どうも哲学とです。皆さんソウルシャード、満喫しているでしょうか。今回はですねソウルシャードの、なんか切り替えのバグがあるみたいで、ちょっとそのね発生条件とかについてお話ししていこうかなと思います。まあソウルシャードはランク0でね入手できて、ランク1、ランク2、ランク3とこうランダムで効果がついていくので、まあこれのね自分のビルドに合った、効果の源泉っていうのがまあ結構今期の目玉になってるかなと思うんですけど、このソウルシャードなんですけど、どうやらですね種類の記憶まあ例えばこの保管庫じゃない武器庫とかでの、切り替えのね保存に関して、まあちょっとね、不具合があるみたいで、特にですね他のキャラ、自分のメインのキャラクターで使ってたシャードを、外した状態で他のキャラクターに切り替えて他のキャラクターに、の武器庫でね読み込ました時なんかによく起きるんですけど、この3つ目の効果が、入れ替わっちゃったりする時があって、まあ例えばクールダウン中のスキルにつき攻撃速度とクリティカルヒット 5% を増加するがメインで、取りたいビルドに、こっちのね、稲妻と火炎スキルダメージの方の3つ目の効果が載っているものがハマっちゃったりとか、あとそうですね周回装備なんかでよく使う、憎悪の汚れ、これの中に、血だまりがオーブの進行、リフト進行のオーブを集めるっていう効果とか、あとねエリートモンスターの群れを倒すとリフト進行のオーブが一つ追加で得られると。このねリフト進行のオーブ追加ってやつ結構周回なんかでよく使うんで、まあ、これの効果がね入れ替わっちゃってたりとか、あとまあ苦悶の精髄の、効果の3つ目がね、ずれちゃったりとかっていうのがあるので、まあ、必ずねキャラクター切り替えて武器庫で、セット切り替えた時なんかはまあ、効果がちゃんとね合ってるかどうかっていうのは見た方がいいですね。で、3つ目の効果が一緒でも、それ以外のね、第2特性の部分の、強化がねどのあたりになってるかとかもちゃんと見た方がいいかなと思います。まあ、そこら辺がちょっと切り替わってるだけで火力が激減したりとか、思ってた効果と違うものが発動してるってことが起きちゃうんで、まあ切り替えて装備やったら、まずシャードのね、まあ種類が同じことは当然なんですけども、効果三つ目の効果とか二つ目の効果がね入れ替わってないかっていうのは、一度確認した方がいいかなと思います。まあ結構複数の方からもね同じような現象あるっていうお話を聞いてるので、まあパーティープレイなんかで起きた時は、まあこういう現象もあるんだなっていう認識で。まあ、切り替えてやってあげるっていうのがいいかなと思います。まあね、期間限定のアイテムなので、まあ、細かいバグとか、まあ、ちょっとしたね、現象に関してはいろいろとコメントいただくこともあるんですけども、まあ、まあ、こういう現象があるってことを知った上で、まあ、なんていうのかな、気をつけながら楽しんでいくっていうのが、いいと思いますので、まあ、参考になれば幸いです。今回も動画を見てくださってありがとうございました。哲学とでした。